ファビアン・エルンストは西ドイツハノーファー出身の元サッカー選手。元ドイツ代表。現役時代のポジションは守備的ミッドフィルダー。ハノーファーに生まれ、1983年の4歳の時に地元のハノーファー96の下部組織に入団。様々な世代別カテゴリーを経て、1996年の17歳で同クラブのトップチームとプロ契約を締結した。 リベロとしてデビューしたエルンストは新たなフランツ・ベッケンバウアーと目されるほどの活躍を見せて2部の舞台ながらも1期目から主軸選手としてプレーしていたことから1998年に同国一部のハンブルガー SV へ引き抜かれ2000年までの在籍で48試合で得点を記録した。 次に在籍したベルダーブレーメンでもチームの主軸として2003から04シーズンのリーグ戦と DFB ポカールの2冠達成に貢献。その活躍が評価されてブレーメン州でプレーする全スポーツ選手を対象とした年間最優秀選手賞を受賞した。ブレーメンを退団するまでの間にリーグ戦で152試合11得点を記録した。2004年12月13日に 元同僚、ムラデンクルスタイチやアイウトンが在籍するシャルケレイオンと2005から06シーズンからの5年契約を締結。遺跡金は、ブレイメント2005年夏に契約満了となるためにかからない。2009年2月2日に遺跡金275万ユーロで、トルコ一部のベシクタシュ JK と2011年6月までの契約を締結した。ベシクタシュでは、 途中加入ならがもすぐさまチームに馴染み、主軸としてリーグ制覇に貢献。また、同シーズンのトゥルキーエクパスでは、ライバルであるフェネルバフチェースケートの決勝戦に、先発フル出場して2冠達成に貢献した。その活躍が評価されてザマンガミの読者による、ザマンスポア,アジュリリーのサッカー選手部門で年間、最優秀選手に選出された。2010年9月16日には、 p f c スかソフィアとの UEFA ヨーロッパリーグ2010から11初戦で試合終了間際に決勝点を記録している。2012から13シーズンになると双方合いでベシクタシュと2014年までの契約を解除し、同じイスタンブールを拠点とするカスムパシャ SK と契約。カスムパシャでもチームの主軸としてまた首相を務めていたが、 同シーズン終了後の2013年6月18日に現役引退を表明した。各世代別代表に参加したイルンストは U-21 代表で首相を務めながら歴代最多出場記録となる31試合に出場した。2002年5月にルディフェラー監督の下で 2002FIFA ワールドカップへ向けた予備員の候補に選出され5月9日の フライブルクでのクウェート戦で短時間ながらドイツ代表初出場を飾った。続くウェールズ戦での出番は訪れず同僚のティム・ボロウスキーと共に予備員のリストから外された。その後 UEFA ユーロ2004に参加しオランダ戦での1試合に出場。2004年9月10日のイラン戦でベルントシュナイダーのアシストにより初得点を記録した。 フィファコンフェデレーションズカップ2005にも参加する、と、定期的に招集され、2006年5月15日に、ユルゲン・クリンスマン監督の下で、暫定ながらも、自国で開催される2006フィファワールドカップへ向けた、一員に選出されたが、最終的に落選した。同大会終了後にクラブレベルで、一定の活躍を見せていたことで、代表復帰を取り沙汰されたものの、ヨアヒム・レイブ監督は、 守備的 MF の位置に、トルステン・フリンクス、トーマス・ヒッツル・スペルガー、ジモン・ロルフェスといった選手たちを好んで起用していたために2006年を最後に招集されることはなかった。ABC ・ファビアン・エルンスト・ドイツサッカー連盟、エルンスト・フレイト・ズイヒ・ウバー・アナ・キント・ナン・オスと、スポートラー・デアーレス・エルンストが、シャル・ケイセへ、ケビン・クロニ・マクト・アンでウツ・ゲン。 フォルティストアキアクーピーズサンピオヌーベシクターシュ、ディー・ミローレン、エンレイ、イエタ・ケルディ、エクス・ナショナル・スピーラー、ファビアン・エルンスト・ズカ・シンパサ、エルンスト・アワーワグッド・キャリー・リンド、フォア・サンジュー・ヤレン、エステス・ユー・21、シュピール・ミッドドライバン・ディストレイナーン、ビラフ・カウント・ロンバイ・タ・ダベ・ドイツが、新善試合で勝利、デア・ドイチ・ WM ・ケイダー2006、ファビアン・エルンスト・オクト・ランダースピール・コリラ AB、 ありがとうございます。